フットリバーは、オレゴン州、フットリバー軍の都市、同軍の軍庁所在地。コロンビア川に面した港町で、近くを流れるフット川にちなんで名付けられた。2010年国勢調査によると、人口は7167人。1858年9月30日、現在のフットリバー市の位置に、メアリー港郵便局が設立され、 市自体は1895年に設立された。もともとは、ワスコー軍の一部だったが、フットリバー軍が1908年に設立された際に、同軍の軍長所在地となった。フットリバー事件とは、1944年11月29日に16名の日系二世軍人の名前が、フットリバーの名誉の壁から削除された事件である。この事件は、 日系人の強制収容が連邦政府によって解除され収容されていた日系人が解放された際、それに対する抗議活動の一環として行われた。日系兵がフィリピンで行った英雄的な行動の後にフットリバーに対する全米の抗議活動が行われ、1945年4月29日に名前が元に戻された。フットリバーは、 フット川とコロンビア川の合流地点に位置している。また、州最高峰である、フット山が街の北4 8トルの地点にそびえている。また、南側には、フットリバーバレーがあり、リンゴ、洋梨、サクランボの産地として知られている。西部の温帯雨林、東部のステップ気候に挟まれ、比較的穏やかな気候である。冬には、雨がよく降り、夏場は涼しい。 年平均降水量は30インチ。また、コロンビア渓谷に面しているため、渓谷を吹き抜けた強風が吹くことが多い。以下は2010年国勢調査に基づく。基礎データ人種別人高校生世帯と家族年齢別人高校生以下は2000年国勢調査に基づく。収入と家計コロンビア側のウィンドサーファーフットリバーの経済は伝統的に農業。 観光業、レクリエーション産業に支えられてきた。しかし、1990年代からは、ドローン開発を含む、航空宇宙産業などのハイテク産業が成長してきている。長年にわたり太平洋岸北西部の農産地であり、また果物と材木の集積地でもあった。かつては、林業も盛んであったが国立公園がコロンビア渓谷沿いに設定されたため、その後は、 カジュエンやワイナリーが増加した。フットリバーでは、ウィンドサーフィン、カイトサーフィンが盛んに行われている。また、カヤック、マウンテンバイク、ダウンヒル、ノルディックスキー、ハイキングなども盛んである。また、観光業も非常に盛んである。コロンビア渓谷沿いのカジュエンでの果物狩りをはじめ、アメリカ第2位の高さで最も美しい滝の一つとして知られるマルトノマの滝や、 クラウンポイントなどが見られるハイキングも人気である。全米の数多くの観光雑誌で取り上げられており、CNN ではリバーフロントタウンベスト11に選出された。また、醸造業も盛んに行われており、12以上のワイナリーや醸造業者がフットリバーには存在する。ダウンタウンで開催される自転車レースカスケード山脈を背景とした景観が有名であり、 世界中から芸術関係者が集まっている。2018年には南メソジスト大学全米芸術研究センターが発表する芸術で活気のある小都市一覧に掲載された。また、フットリバーには6つの楽団が所属するコロンビア渓谷オーケストラ協会が本部を置いている。この協会は当初百七十七年に中部コロンビア商工共楽団として発足し、 その後、レゴン室内楽協会と合併した。4月には花祭り、10月には収穫祭が毎年開催される。また、コロンビアがアサイコの水泳大会である、ロイ・ウェブスター水泳大会が、レーバーデイに開催される。この大会は1942年から毎年開催されていたが、2017年に山火事によって初めて中止となった。また、 全米ウィンドサーフィン協議会が2001年、2009年、2012年に開催された。コロンビア渓谷ホテルアメリカ合衆国国家、歴史登録財。フットリバー軍歴史博物館や西洋飛行機、自動車博物館がある。また、国際カルーセルアート美術館もあったが、2010年に閉館した。また、 1920年に建てられたコロンビア渓谷ホテルを含むアメリカが衆国国家、歴史登録財に登録された歴史建築が20以上存在する。フットリバー最古の建築物はエズラエル・スミスホームで1886年に建設された。スミスは地元の名士であり、修正や農業政策、フットリバーの支昇格、銀行業などに影響力を発揮した。 この家は40年以上空き家として放置されていたが、現在はワイン製造に利用されている。フットリバーは、フット山観光の拠点として利用されている。また、スポーツのメッカとして、ウィンドサーフィン、カイトサーフィン、カヤック、サップ、スキーなどが盛んである。ニューヨークタイムズやナショナルジオグラフィックなどでも数多く取り上げられている。初等教育、中等教育は、 フットリバー軍学区で提供されている。また、フットリバー市の環境政策の一環として、青空教室プロジェクトが実施されている。高等教育では、コロンビアゴージコミュニティカレッジのキャンパスが、フットリバーに設置されている。確実市のフットリバーニュースが、イーグルニュースペーパー社から、毎週水曜と土曜に発行されている。コロンビアゴージマガジンとザゴージマガジンという雑誌が、 発行されている。フットリバーブリッジ県ジャーンステッド飛行場はあるが、定期便は運行されていない。しかし、ポートランド国際空港が車で1時間程度の位置にある。週刊高速道路84号再線とオレゴン州道35号線がフットリバーを通過している。フットリバー駅は、保存鉄道の一つであるマウントフット鉄道の北端であり、 少量の貨物と乗客を輸送している。また、ユニオンパシフィック鉄道が、都市間輸送を担っている。1933年にフットリバー港が設置された。ウィンドサーフィンカイットボーディングザ・コロンビアリバーゴルジュ。t r a v e l o r、e、g o n c o m 2008年11月8日閲覧。2018US ・ギャザティアファイルズ。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 2020年2月12日、閲覧。ABC、US Census Web Site。アメリカ合衆国国政調査局。2012年12月21日、閲覧。AB、Population and Housing Unit Estemites。2019年6月4日、閲覧。US Board on Geographic Names。United States Jobarojacal Survey。2008年1月31日、閲覧。 マッカーサー、ルイス・エール・イス・エル・マッカーサー、オレゴン・ジオグラフィック・ネームズ、オレゴン州・ポートランド、オレゴン・ヒストリカル・ソサイティ・プレス、ピアニッシモ、477、ISP ・ヌレータ・ナ,ハシナナ、5 9 5 2 7 7一、マーシュナー、ジャニス、オレゴン1859、A スナップ・ショット・イン・タイム、ティンバー・プレス、ピアニッシモ、233から236、 isbn 零八八一九二八七三九 https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドット o m スラッシュブックス id イコール一 uw 六 mgw 四十八 c＆ ピコグラムイコール pa 二百三十四 ＆lpg イコール pa 二百三十四 ＆dq イコールフードリバーオレゴンマリーコ＆ソースイコール bl＆ オーツイコールダイ七 kczg＆。 シグイコールアッコフ 3U2 マクプムワクンリー8イツ7メートル VZCW7 クエック &HL イコール EN& サイコール X& ベドイコール2アクジニ PQBXK8 ベナキセム G3 アイハード 3VBDS4 チャドテイジグキシャーブ V イコールオネパゲ &Q イコールフードリバーパーセント20オレゴンパーセント20マリーコ F= イコールフォルス2020年2月12日閲覧。コーニング、ハワード・エム、エド、ディクショナリー・オブ・オレゴン・ヒストリー、ポートランド、ビンフォード・アンド・モー・ビンフォードス・アンド、モー・パブリッシング、ピアニッシモ、118ABCD、国際交流の里鶴田町、フットリバーシュとの絆、めでたい鶴田。2020年4月28日閲覧。なおだた、ノア・オンライン・ウェザーデータ。 アメリカ海洋大気庁。2012年7月20日閲覧。モファット、ライリー、ポピュレーションヒストリーオブウエスタン・ US シティーズ・タウンズ、1850から1990、ランハム・スケア・クロー、1996、211、サブコウンティ・ポピュレーション・エスタ・マッツ、オレゴン2000-2007。アメリカ合衆国国勢調査局。 ポピュレーションディビジョン2009年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年5月3日閲覧ドローンズアレレディフォーテイクオフスミソニアンマガジン2011年6月7日閲覧マウントフットザゴルジュ traveloregon.com2008 年11月8日閲覧ビン・タン・ゴルジュゲームズ・スポットライト フットリバーズ A, マルティスポートメッカ。ザ、シアトルタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ seattletimes.nwsource.com スラッシュ html スラッシュアウトドアーツスラッシュ二零零8 0 4 1 8 2ゴンワゴンエゲームス百 h t m l 二千八年十一月八日閲覧。トップシングスツードイン、フットリバー、オレゴン。 トリプセビ、2020年4月28日閲覧。アーカイブドコピー。2009年4月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年9月6日閲覧。バーカー、アーロン、11グレートリバーフロントタウンズ。 CNNHTTP スラッシュスラッシュエディション .cnn.com スラッシュ二零一二スラッシュ零七スラッシュ20スラッシュトラベルスラッシュ RIVRFRONT-TOWNS スラッシュインデックスト HTML ハットワインリスマップコロンビアリバーゴルジワインリージョンワシントンアンオレゴン www.winesnw.com2020 年4月28日閲覧 The Photobes of America's Arts and Culture ランクト mcs.smu.edu サザンメソリストユニバーシティ2019年3月7日閲覧ロイ・ウェーブスター・クロスチャンネルスイムドーズ A セカンドラップオンイッツ75ス アニバーサリーセレブレーションにスレイバーデー。HOODRIVER.org フットリバーカウンティーチャンバーオブコマース2019年3月7日閲覧。ディースマンハウススケッチバイサリードの番。HISTORICHOODRIVER.com The History Museum of フットリバーカウンティ二2019年5月22日 閲覧。ストールツ・ワイナリー、ザ・ワイナリー。stoltswinery.com。ストールツ・ワイナリー、2019年3月7日、閲覧。50ベストプレーセズツーライブ、ザ・ネクスト・グレート・アドベンチャー・タウンズ。ナショナル・ジオグラフィック・アドベンチャー。2010年4月13日、閲覧。ベストプレーセズツーライブ、ウェアツーライブアンドプレイナウ。 ナショナルジオグラフィックアドベンチャー、2010年4月13日、閲覧。hodrivernews.com。フ o o リバ i v e r n e w s 2020年4月28日、閲覧。welcome to the Columbia g o、r、g c o l u m b i a g o r g e c o m 2020年4月28日、閲覧。フ o o リバ i v e r c o m m u n i t y p r o f i l オレゴンエコノミックコミュニティデベロップメントデパートメント2007年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月28日閲覧ポートオブフットリバーありがとうございます